あんたバカ？いや、そう…え？私、奇妙な人間やと思って見てる。プレゼンしてくださいよ。これ、その見たくなるような…あのね、うん、例えば、うん、まあ、アニメで言うと十何年以上前からね、アニメちょっとね、本当昔のアニメですよ、ね、やってて、うん、で、まあアニメ全部例えば見てなくても、うん、劇場版の映画バージョンを見たら、うん、まあ、ストーリーまとまってるんで、もし早く見たいなら見て、うん、やねんけど、うん、その映画版ですらもう何年間もサイクルがあって、そうらしいですよね。で今回の一番最新のエヴァの映画が最終章やねんけど、うん、その今まで数年間分けて、うん、ジョーハー Q とかね、うん、あった映画全てがもうずーっとハテナで来てて、もうずーっと振り、ずーっともう謎の謎がもうありすぎて、もう終わらんのんじゃないかっていう、うんうん、ってなってて、もうこの数年間もう全員ハテナのまま来てて、うんうん、ね、で次の映画次の映画全部もうハテナ、え、どういうこと、急に終わったりとか、どういうことみたいな、あ、みんなもう不思議で終わってない。で完結するって聞いてて、どうせまあ謎のまま終わるんでしょ、まあ、みたいなと思ったら、もうしっかりもう全部もう回収して納得いく、全部納得いったんですか、このやつ。まあそうそう、納得いくし、一回見ただけじゃちょっとわからん部分とかもあるから、まあ何回も見たりとかもあるけれども、まあまあ大体納得もするし、映像方法も、もういろんな映像方法すごいっていうのがいっぱいあるし、映像も綺麗し、音楽も最高やし、宇多田ヒカルさんの入ってくる曲のタイミングとかも最高やし、でストーリーもすごいし、あと大絶賛、もう今までの数年のたまりにたまった振りがもう一気に感動と驚きとかっこいいとかで集約されてて、もう今回の最後の映画を批判してる人も聞いたこともないし、批判のしようもないんじゃないかっていうぐらい最高の素晴らしい映画、泣けるしかっこいいし素晴らしいし考えさせられるし、ぜひ映画館で見てほしい。で映画館で見るためには今までの映画を全部見てほしい。そしたらそんな長い時間もかからへんし、ジョーハー Q、ジョーハー Q、ジョーハー Q やね、うん、見てほしいです。お、素晴らしい、もうかっこいいし可愛いし感動もあるし、あ、そんなに、すごい驚きもあるし、すごい、大絶賛。宮田さんも見たんですか？あ、見ました、見ました。どうでした？俺は面白かった。あれ、ね、あれ、あれ、まあまあ、はい、まあまあ、そんなにですか？はい、面白かった。あ、でも全然面白かったですけど、はい、ちょっとね、はい、あれ、あら、事前で言うなら事前ハードルが高すぎて、ああ、そういうこと、そういう人がやっぱり多いですよ。その、すごいっていうことを言ってる状態で見ちゃってるみたいなね、見る人もね、見た人のハードルじゃなくて、意見じゃなくて、見るまでのハードルが上がったから、上がりすぎちゃったってのはありますけどね。でも面白かったですよ。だから僕でもその1回見ただけで本当に分からないのが結構あって、どういうことなんやろうとかいろいろ後から分かったんですか？後からね、僕あれ見ちゃいましたよね、考察みたいな、考察みたいな、あ、見て、うん、ああ、まあまあまあそういうことかっていうのは結構ありましたけど、それ見たらなるほどと、っていうかその初めて考察みたいなのでずっと見てこなくて、アニメ通して考察みたいなのを初めて見たよ。あ、こんな知らんかったんやって自分で思いましたね。あ、まあ、こんな分かってなかったんや俺って。なるほど、なるほど。全く知らんようなことを言われて、あ、その人の成り立ちみたいな、その世界観の成り立ちみたいなのはものすごい考察で説明してて、あ、こんな感じやったんやっていうのがすごい分かったのと、うん、あの人はあの時がああなってたのは全然分かってなかったんやみたいな、しかもめちゃくちゃ出てくるの、やっぱ考察してる人はすごいから。だからまあまあそれをね見て見るのもね、あれなんで一気じゃないというか、まあ、だから本当に作ってる段階で庵野さん監督さん一人がこう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 って作ったわけじゃなくて、最終の最後の映画作るストーリーとかの段階でも庵野さんがシンジ君の声優の人が何十年もやってきてるから、その人に相談して、このシーンでこういう時は
もうお父さんが新次君だと、新次君っていう主人公って、新次君のお父さんもが いてるんや、イカリ司令、うん、イカリ司令、うん、で、庵野監督はもう俺の思考はイカリ司令になってるから、うん、あのだいぶ歪んだ方向にストーリーが進んでしまうと、うんうんうん、俺はもう怒りになって、もうそのね、お父さんの思考になってるから、うん、こういう方向に行っちゃう、うん、でもシンジ君の何十年もやってきている声優さんに、うん、シンジ君 の気持ちとしてこれはどう思う、どういく、そう、どう感じるって聞いて、で私はシンジ君はこうだ、こっち行くと思いますこうだし、うん、こうなりたいとか言って、うん、もう何十年もやってるからもうシンジ君と入り込んでる、そう、でそれで、あ、じゃあちょっとストーリーをそれですり合わせてっていうのでやっていってるっていう、本当に人間の感情も入り込んでいってるっていう、まあ、いろいろ考えさせられる、結構あれらしいですよね、その、うん、あ、じゃあそういう設定にしようみたいなのを、うん、結構ポンポンと取る、なんか他全く関係ない人の意見をそれを公式の設定として取り入れたりとか、うん、まあもう映画出てからなんですけど、うん、実はあそこああだったんじゃないですかって言ったのって、それいいねって言ってもう公式設定にしたりとかしてるらしい、うん、だからほんまに成長していってるというか、うん、エヴァ自体がね、エヴァ自体もそうやし、うん、ストーリーも見てる我々も人間として揺れ動きながら進んでいってるというか、本当に生き物、エヴァの映画自体は生き物のように感じるね、うんうん、そう作られたんかなと思って結構びっくりしたんですけど、はい、プロフェッショナル仕事の流儀に、はい、庵野さんの、まあ、軽く見たんですけど、はい、庵野さんもなんか言われ、そこでちょっと言ってたんですけど、はい、ちょっとびっくりしてって言って調べたらやっぱ、うん、全然みんなこんな理解してなかったんだって言ってた、ああそうなんやあ、こんなに分かられてなかったんだって、そのやっぱ考察とかを見ないというか、あ、なるほど、その全くただそのあるのだけを見てたら本当に分からないから、うん、意外と分かってなかったんだっていうのでびっくりして、ちょっとやっぱ変えてる、今回の映画とか今までの映画をちょっと変えてるっぽいですよね。そうか、結構伝わりやすくなってるもんね。 だいぶけど今のプレゼンでちょっと響きました。おじゃあその、うん、あの決心つきました。おお、じゃあ考察を見ます。考察を見てどうする？あかん言うとん。考察あかん言うとんね。考察から見んのやめろ言うとん。考察だけ見ます。考察見てもわけ分かれへんから。考察とんです。あらすじと考察だけ見る。まずは情報級を見ていただきたいですけど、うん、どうでしょうか？いや絶対見ない。で見ひんね。どんな育てられ方したっけ？どんな生い立ちや。あの、あ、上波級があって今回こう最終章絶対見ないです。なんでやねん。ええけど別に自由やけどそれはでもね、うん、だいぶ感性が衝撃的、今回の最後の、そんなに映画館で見てほしい。映画館でやってるのかな。ああやってますよね。こうヒットしてる。間に合うかな。まあ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 ね、うん、まあまたDVD とかね、配信とかなってから、うん、大きいテレビ画面で見ていただいたら、うん、いいんじゃないかなと、うん、私は思いますね。ぼっちつけるのが難しくなってきたから急になんか、アキンドみたいな変な。あんたバカ？いや、そう、大鳥圭介から急に大鳥圭介やったんや。アスカになったみたいな。踊りアスカ。踊りアスカ。おいや、うまくはない。今出しただけ。あんたバカ？あ、そうか、知らねえな。いや、知ってる上でですよ。知ってる上でどうしたらいいんやろって。そこのセリフだけめっちゃ知ってんすよ。あんたバカ？あ、知らんのか。いや、それは知らんのでしょ。知らんし、奇妙な人間やと思って見てる。そうか。